どうも、雨上がり岸田の宮迫です。さあ、今日はですね、前回、爆破ドッキリ、はい、大規模な爆破ドッキリをやらせていただきまして、まあすごい規模の爆破、時かけられた方なんですけど、トラウマにはなってますけど、大成功は大成功だったので、そりゃそうやろ、あんなもうあんなあっちどっかん2発もやられてんの。でも、もちろん我々だけではね、実現できることはできなかったんですけども、岩崎本舗さん、長崎角煮まんじゅうの岩崎本舗さんが全面協力していただきまして、そのおかげであのドッキリが大成功いたしまして、非常に面白い作品になったんですけども、その中でダミーでね、撮っていた角煮まんじゅうのコマーシャル、やってくれてたスタッフっていうのは本当にコマーシャルとか撮ってるスタッフなので、素材としては本当のものが残ってるんですね。でコメント欄にも完成したコマーシャル見たいっていうのがいっぱい来ましたので、これもったいないなと、ただ流すとこないぞ、どうしよう、もうどうするかどうか分かんないけど、とりあえずもう作っちゃえと、もうつなげてコマーシャルとしてもう作ってしまおうってなって作りましたもん、すでに。で作って流すとこは、そりゃそうでしょう、流すとこといえば岩崎本舗さんで流してもらわないと、作ったんだから、まあ、勝手に作りましたよ、何の許可も得てません、勝手に作りました。勝手に CM シリーズの第一弾として、岩崎本舗さんにちょっと今から直接社長にお電話して、流してくれと、店舗等で流してくれと、どう使ってくれてもいいですと、勝手に作りましたということを事後報告で、したいと思います。というか、もう今社長つながってます。すいません、説明するのもあれかなと思って、今オープニングからずっとつながしてもらってました。いや、聞いてました、全部聞こえてました全部聞こえてました。そうですよね、今喋った通りなんですけど、もう作っちゃいました。本当に岩崎本舗のお店の中で使ったりしていいんですか？はい、もちろんです、使ってください、使ってください。あれ、僕宮迫さん真剣に撮られてたのに、はい、ドッキリのネタだけじゃもったいないなと思ってたんですけど、もうあれはもう三股またそう騙す気満々で僕は真剣にバレないように真剣にやったんですけど、まさか自分が騙される方とは夢にも思ってませんでしたけど、だから正直社長に対しても、社長知ってたんですよね、全部。僕知ってました。うん、だからまだちょっとムカついてる気持ちはありました。あんな怖い思いさせられてと思ってありますけども、せっかくなのでちょっと作らせていただきましたので、店舗の方でちょっと流していただいてよろしいでしょうか？ぜひお願いします。本当にあれすごく真剣に撮られてたんで、はい、楽しみだったんですよ。あ、よかった。それを見にね、いろいろ観光客の方もね、行ってくれるかもしれませんので、はい、いい宣伝にはなると思いますので、まずでも視聴者の方に、完成したちょっとコマーシャル見てもらいたいと思います。はい、完成コマーシャルこちらでございます、どうぞ。おい、完全に迷ってるやんけ、もうどれぐらい時間経ってん、もうあかん、腹減った、気失いそうや、もう、もう俺らもう3日何も食ってねえぞ。あこれは岩崎本舗が厳選した豚バラ肉を継ぎ足しのタレで煮込み、ふわふわの生地で丁寧に挟み込んだ岩崎本舗の角煮まんじゅうやないか。いただきます。うまっ。あ、美味しかった。一人で食べちゃうなんてずるいよ。あれはまさか岩崎本舗が厳選した豚バラ肉を継ぎ足しのタレで煮込み、ふわふわの生地で丁寧に挟んだ岩崎本舗の長崎角煮まんじゅうがもう一つある。岩崎本舗の長崎角煮まんじゅうだ。うめえ。いやあったー、 あったやった。お腹が空いてても空いてなくても、岩崎本舗の長崎角煮まんじゅう。はい、このコマーシャルが、岩崎本舗さんの店舗に行かれたら、店舗の方で流れてますので、皆さん
観光がてら行っていただくのもいいですし、地元の方々はもちろん見に行っていただいて、もちろん見に行く限りは皆さん、ちゃんと角煮まんじゅう買っていただいて、食べたことのない人はぜひ食べてください。マジでむちゃくちゃうまいですから。普通にプライベートで僕がずっと注文してたやつですから、マジでうまいです。食べてみてください。なんで結構見に来る人いると思いますけども、はい、店員さんには言っといてください。見るだけで買える人にはいや見に来た限りはあったのいやらしい顔で言ってください。そんな指示か。それそんないやらしいこと言えないかもしれないです。そうですか。そうですか。でも見に行った限りはぜひ皆さんね、角煮まんじゅう食べて帰ってみてください。もしそのコマーシャルで分かんないですけどね、ちょっと売り上げがこう V 字で回復したりなんかした暁にはね、今現状実際のコマーシャルって店舗では流れてるんですか。はい、岩崎本舗長崎県で流れてる CM が店舗であるんですもんね、それがね。はい、あります。でもその流れてるやつずっと使うわけじゃ ないでしょ、言ったって。まあずっと使うわけではないですね。更新されます。そう、更新されますもんね、はい、そのうちね。っていうことはもうね、社長ね、更新の暁にはね、社長ね、グイッと行きますから長崎まで。もう黄色いね宣伝カーで行きますから長崎の方まで。それごと使ったってください、お願いします。いずれですもちろん今はね大変な時期ですから、そこを乗り越えていいタイミングが来ましたらぜひお願いします。はい、はい、今後とも長いお付き合いをよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、一応本当に流れてるかどうかそのうち確認しに行きますので。はい、僕も宮里さんがいつ来るかと思って楽しみに待ってます。はい、お願いいたします。はい、すいません、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。はい、ありがとうございました。皆さんぜひ店舗の方で見に行ってください。いいコマーシャル完成しております。というわけで皆さん、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。社長、ありがとうございました。ありがとうございます。